ヤンロニー・ヨンセンは、ノルウェーサンネフヨル出身の元サッカー選手である、元ノルウェー代表。現役時代の主なポジションは、センターバック及び守備的ミッドフィルダー。ノルウェー、トルコ、イングランドの3カ国の様々なクラブに在籍し、マンチェスター・ユナイテッド FC 時代の1998から99に3冠を達成と輝かし、ものだったが、 その後はたびたび負傷に悩まされていた。ノルウェー代表としては62試合に出場し、1998フィファワールドカップの一員だった。初期三年フヨルのストッケに生まれたヨンセンは、ユース時代を地元のセムイフ及びストッケイルで過ごした。1987年に2部のエリクトンスベルグで、フォワードとしてプロキャリアを開始するも、後に、 ニルス・ヨハン・センブ監督の手により、センターバックへと役割を変更していった。フォワードとしてプレーしたかった4戦は、1992年にエリテセリエンの FK リン、1994年にはディールストロム SK と契約するも、ディールストロムでは自身が望むフォワードとして、よりセンターバックとしての起用が多かった。イングランド1995年からトルコ一部の、 ベシクタシュ JK で半年過ごした後、マンチェスターユナイテッド FC のアレックス・ファーガソン監督から獲得の申し出がなされたが、それを一旦拒否した。しかし、最終的に1996年6月に、スティーブ・ブルースの後釜として遺跡金120万ポンドで、マンチェスターユナイテッドと5年契約を締結した。これにより、ヨンゼンはノルウェーのディフェンダーとして、 最も高価な選手となった。マンチェスターユナイテッドでは、1997年8月に FA コミュニティシールドのチェルシー FC 戦で初得点を挙げて、以降、全公式戦合わせ9得点を記録。4度のリーグと1999年に一度 FA カップのタイトルを獲得した。また、UEFA チャンピオンズリーグ1998から99では、 アウェーで行われた準決勝のユベントス FC 戦で守備的ミッドフィルダーとして勝利に貢献しバルセロナで行われたバイエルン・ミュンヘンとの決勝戦でセンターバックとしてヤープスタムと共にコンビを組み優勝そして三冠達成に大きく貢献したしかし翌1999から2000シーズンから負傷に悩まされ出場機会が限られたものとなり2001から0に シーズン終了に伴い契約満了で退団した。2002年に同胞のオイビンド・レオナルド・センと共にシャルケ・レイオンのトライアルを受けるも不合格に終わり、最終的にレオナルド・センと共にアストン・ビラ FC と契約した。ビラでの在籍日記では2004年2月のリーズ・ユナイテッド AFC 戦での一得点が唯一の得点となっている。ビラ退団後は 入滑するユナイテッド FC と契約するも、フィットネスレベルでの懸念からわずか数試合の出場に、とどまり、放出された。晩年2005年2月に、現役引退を表明するも、直後に心変わりし母国のボレレンがほトバルと1年契約を締結した。イングランドでの晩年とは、打って代わりレギュラーとして活躍していき、翌2006年、2007年及び2008年と3度に、 渡り、契約を更新した。2008年シーズン最終戦の SK ブラン戦後の2008年11月3日に、現役引退を表明。引退後のインタビューでは、それまでのキャリアの中で共にプレーをした、最高の選手に、エリック・カントナ、対戦した中で厄介だった選手に、ティエリ・アンリ、ダンカン・ファーガソン、ロナウド、ラウル・ゴンサレス、ジネディーヌ・ジダンの名を挙げている。 2部のエーリックトンスベルグに在籍していた4戦は、世代別代表として一度も出場したことはなかった。そのため、エギル・オルセン代表監督はプレーを一度も見ることなかったが、クラブの専部監督の推薦により A 代表に初、招集され、1991年にスウェーデンとの親善試合で A 代表初出場を飾った。後にセンターバックとして起用されるようになるが、 初期の代表では、ウィングやストライカー、ミッドフィルダーとしてプレーしていた。1994FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のほとんどに出場し、アウェーのポーランド戦では、フォワードとして、得点を上げるなど、予選突破に貢献するも、1994FIFA ワールドカップの一員からは落選した。それから4年後の 1998FIFA ワールドカップでは、 センターバックとして全4試合に出場した。通算出場61試合目となった2004年5月のウェールズ戦以降、しばらく代表から遠ざかっていたが、それから3年後に2007年8月22日のアルゼンチン戦で代表復帰を果たし、90分フル出場をした。同試合が代表最後のものとなり、38歳と73日での出場は、 ノルウェー代表最年長出場記録で、グンナールトーレ戦に次ぐに至った。2010年1月30日、マンチェスターユナイテッドが初の外国人選手であるニコラ・ヨバノビッチを獲得してから30周年を迎えたことを記念した企画で歴代外国人選手ベストイレブンに選出された。ありがとうございます。